魔王サタン、人間世界を支配し全ての闇の生き物たちの王道楽土を建設する野望を抱く。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりですか？チーズバーガーとコーラの S サイズ。ご一緒に。ただいまキャンペーン期間中のブラックペッパーポテトもいかがですか？魔王様。ああ、もう少し計画的にお金を使われてはいかがですか？十分計画的だろう。ではお聞きしますよ、魔王様。こんにゃくときゅうりと牛乳でどうやって次の給料日まで食いつなぐおつもりですか？それは別に一文なしになったわけじゃないし、財布にはまだ金が残ってるし、それにほらバイト先のまかないとか。死にますよ。今時メイドの土産って B 級映画だってもうちょいマシな脚本書くぞ、このハゲ。ちょっと待ってください、魔王さん。聞き捨てなりません。一体いつ映画などという無駄遣い。いいだろ、映画くらい俺の小遣いで見てんだから。私だってたまには主婦業を休んで娯楽に興じたいのを我慢してるのに。魔王様、小遣い減額。あのすっからかんの冷蔵庫、もうちょっと計画的に買い物しなさいよ。魔王軍一の地匠が聞いて呆れるわ。私のせいじゃ、私のせいじゃないのに、私のせいじゃないのに。しっかりしろ。覚悟、魔王。おい、エミリア。黙れ。貴様と話をするつもりはない。いや、そのナイフ笹塚の百均で売ってるやつじゃないか。どうだ、手も足も出ずに炎に焼かれる気分。魔王様、貴様らの肉、腹綿、骨に至るまでこの俺が食らい尽くし、我が野望の糧としてくれよ。いえ、ですから魔王様。さあ宴の始まりだ。俺に捧げられる生贄第一号は貴様だ、魔王様。なんだよ、アーシア。お食事はもう少しお静かになさってください。周りのお客さんに迷惑です。あんた、その格好で戦うつもり？安心しろ、このパンツはちょっとやそっとで破れない最新の素材でできてる。どんだけそのパンツ信頼してんだよ。